公共曲第22番変歩長調法冒険 i-22 はヨーゼフ・ハイドンが1764年に作曲した公共曲哲学者の愛称で知られるーボエの代わりに2本のコーラングレが使われているところに大きな特徴がありその特殊な音色は特に第一楽章で大きな効果が発揮されている公共曲 第21番から24番までの4曲は、実質学府から1764年の作曲であることが知られる。4曲の中で、本曲は、学章構成も、使用楽器も、最も特殊である。アダージョで始まる教会ソナタ風の構成をとり、すべての曲が変歩調調で変化しない。主に初期の公共曲において、感情楽章が最初に来るものがいくつかある。 19世紀初めのハイドン伝の作者であるグリージンガーやディースがハイドン本人から聞いた話として伝えるところによるとハイドンのある古い公共曲のアダージョが行いを改めようとしない罪人と神の対話を主題にしているというランドンはこの公共曲の第一学章のホールンとコーラングレの対話がそれにあたるという推測を述べたしかし 他のハイドン学者はこの説を必ずしも認めておらず、エリエン・シスマンはこの話が、公共曲、第26番のこととする遺説を述べている。哲学者の愛称はハイドンが付けたわけではないが、モデナのエステンゼト書館が所蔵する1790年、頃の筆者譜にこの名称を記したものが見られる。由来は不明であるが、第一学章の深く試作するような曲奏から、付けられたのかもしれない。 コーラングレーは1720年頃に発明され、18世紀後半のウィーンで何人かの作曲家によって使われた。還元楽にコーラングレーを加えた原尊最古の楽譜は4名利によるもので、オペラ、越洋1749年にウィーンで公演するときにコーラングレーを加えている。グルックは1755年の踊り以来コーラングレーを使い、 オルフェオとエウリティーチェのウィーン版でも使われている。他に、ボンの、ハッセ、シュタルツァーラのウィーンで活躍した作曲家やミハイル・ハイドンもコーラングレを使用した。ハイドンもコーラングレを使った初期の作曲家の一人である。公共曲での使用は本曲のみだが、他に1760年代のディベルティメント、1767年のスターバト・マーテル・トビアの期間、 大オルガンミサなどに、コーラングレを使用している。なお現在と異なり、コーラングレは2本組み合わせて使用された。44拍子、そなた形式。弱ネキをつけた弦のユニゾンで足取りを刻むような伴奏の上に、ホルンとコーラングレが、ホルテッシモで交互に、息の長い瞑想的な旋律を歌う。展開部は弦によって、対方的に展開されながら、管楽器が、 主題の断片を様々な蝶で出す。四四拍子、そなた形式。弦によるせわしない音形で進行する。管楽器は愛の手を入れる。メヌエット主部は、弦楽器を主体とした、ごく単純な音楽である。トリオは、管楽器が旋律を演奏し、ホルンとコーラングレを重ねた、独特の音色に特徴がある。六八拍子、そなた形式。カリオを思わせる。 快活な楽章。中音域に集中した和音の響きに特徴がある。出版された楽譜には、コーラングレのパートをフルートに置き換えたものがある。また、1773年に、パリのビニア社から出版された楽譜では、やはりコーラングレのパートをフルートに変えた上で、本来の第2第4楽章を、先頭、最終楽章に置き、第2楽章として、 新しいアンダンテグラ強素の感情学賞を追加して、三学賞にしていた。これらの編曲はおそらくハイドンによるものではない。ありがとうございます。